フォルム・ロマヌム内での一再現模型はエヌスと、ローマ神殿は古代ローマで基地の最大の神殿。フォロロマーノの東端、コロッセオの近くにあり、女神はエヌス・フェリクスと、女神、ローマを祀っている。ローマ皇帝ハドリアヌスが設計した。建設は121年に始まり、ハドリアヌスにより公式に公開されたのが135年、アントニヌスピュスにより、 最終的に完成したのが141年である。307年の火災で損傷したが、マクセンティウス・ミカドが設計を変更して修復した。ネロ帝のドムス・アウレアの遺構の上に建てられた神殿であり、ネロの巨像は近くのアンフィタートルムに移されて、そこが後にコロッセオと呼ばれるようになった。ハドリアヌスに仕えた最も優秀な建築家ダマスカスのアポロドーロスは、 その神殿の内陣に安置された女神の座像の大きさについてもし女神が立ち上がろうとしたら頭を天井にぶつけてしまうだろうと軽蔑的な意見を述べたと言われている。アポロドーロスはこのごまもなく追放され処刑されたと言われている。その後テオドシウス一世の対立皇帝として定位を戦勝したエウネニュースはキリスト教以前の宗教や 神殿の保護政策の一環としてこの神殿を修理させている。コロッセオから見たウェヌストローマ神殿9世紀諸島の大地震で再びこの神殿が損傷を受けた。850年頃、教皇レオ4世がこの神殿の廃墟に新たな教会サンタ、マリアノバ教会の建設を命じた。この教会は1612年に大修復され、サンタフランチェスカロマーナ教会となった。 この時、かつての女神ローマの内人が首領として組み込まれた。何世紀もかけて、この神殿の周りを囲んでいた円柱は取り除かれていった。元々の位置に立っている円柱はごくわずかで、ほとんどは代わりに、告げの木が植えられた。木段の大きさは、長さ145メートル、幅100メートルで、その上のペリスタイルは、長さ110メートル、幅53メートルあった。 高さは29.5メートルで、中央の部屋は2つあり、それぞれに愛の女神ウェヌスとローマの女神ローマの座像が置かれていた。内陣は対象に背を向ける形で配置されていて、西を向いたローマはフォロロマーノを見渡し、東を向いたウェヌスはコロッセオを見つめていた。それぞれの内陣の入り口部分は4本の柱が並ぶ4中式ポルチコがあり、 コロッセオのすぐ近くまでコロネードで囲まれた山道が伸びていて、その先端に階段があった。神殿の短辺には10本の白い円柱が並び、南と北の長辺には18本の円柱が並んでいた。それぞれの円柱の幅は1.8メートルで、神殿を非常に印象的にしていた。1913年にドイツ人建築家ジョゼフ・ブールマンが開始した神殿内部の復元では、 各館で装飾したボールト型天井で覆われた二つの通路で中央の振動を挟み、その振動はコリント式円柱の長いコロネードで構成されていた。柱の上には二重のエンタブラチアがあり、その終端にエクセドラがあり、その上が各館で装飾されたハンドームになっていて、そこに座像があった。通路の背後の壁には台座があって、小さな円柱が差し込まれている。 その柱と柱の間には壁岸があり小さな像が置かれていてアーチ型と三角形のペディメントが交互に並んでいる。さらに小さな像が壁面の円柱のエンタブラチュアの上に置かれている。さらにハドリアーヌステは巧妙な仕掛けを施していた。ウェヌスは愛の女神であり、ラテン語で愛はアモールである。これを逆から綴るとローマとなる。つまり、 ウェノスとローマを背中合わせにして対象な神殿とすることで名前も対象になっている。ウェノスの内陣には新婚のカップ。その左右にはマルクス・アウレリウスとその妻であるショー・ファウスティナの大きな銀製の彫像が置かれていた。ありがとうございます。